なんもないよ、単純にさ、仕事疲れちゃって、たまになんか実家でダラダラしたいなって思って、今も何もしてない、ずっとさ、コロコロコミック読んでた、昔買ったやつ、ほら、多分俺が小3で小2とかの時にさ、なんかほら、交代交代で買ったじゃん、あれずっと読んでた、まあ、今読んでも面白いな、面白いけどな、意外と分厚いからな。スーツケースに入れるってなったらあれだし、まあ実家いるうちに全部読んじゃおうかなって。親父とおふくろは？俺は帰ってから全然見てないけど。遊びに行ってんだ。へえ。あの年でも遊ぶのね。二人で別々なんだ。親父何してんの？温泉旅行いいな。あれぐらいの年齢で行く温泉旅行絶対一番楽しいじゃん。それ何、会社の同僚とかと？スナックのママ。それおふくろ知ってんの？知っててか。じゃあいいのか。それ何、よく遊んでんの？まああれか、親父もいくつになっても男的なことか。おふくろは？あ、温泉行ってんの。別だよってこと。まあ、誰と？まあまあまあ、まあ、確かにお坊さんとかチャラいとはよく言うけどさ。へえ。それもじゃあ何？全然帰ってこない。へえ。まああれか、おふくろもいくつになっても女的なことか。まあ60代で女遊びしてる男と男遊びしてる女の夫婦、よその家だったら面白いけどな。自分家か、距離近すぎるな。もうちょい距離あったら面白いのにな。ああそう、何、二人仲いいの？それはそうなんだ。でもなんか頻繁に遊びに行くんだったらさ、あんま家帰ってきてないんじゃない？ってことはさ、そんぐらいの頻度だったらなんか二人とも重ならない週とかも全然あるでしょ。なんでだろうね、家こんな居心地いいのに。だってさ、それこそ何年か前にリフォームしたばっかでしょ。家もっといたらいいのに。マジで？この家水回りに幽霊出るんだ。YouTube だったら面白いのにな。近すぎるな。実家の幽霊あんま面白くないな。 YouTube で見る分にはね、めちゃくちゃ幽霊とか面白いけど、そうか、実家か。まあ面白いってなるにはちょっと距離関係あるな。あー、そっか。それ何、どんな幽霊出んの？まあ男女いろんなのがいっぱいいるんだ。映画だったら面白いな。たくさんの属性のたくさんの幽霊。映画だったら面白いけど、実家か。実家で大量の幽霊面白くないな。それさ、ちゃんとさ、なんかお祓いとか相談とかちゃんとやった方がいいんじゃない？なんかそれちゃんとやったの？そんなにたくさん幽霊出てくるんだったら。それでお坊さんと出会ったんだ。あ、そうなんだ。実家の伏線回収面白くないな。伏線回収って大体面白いのにな。実家だとなんかちょっと近すぎるな。お前これ面白いと思う？そうだよな、近すぎるよな。なんかさ、俺悔しいもん。この俺たちの家族のこの状況、この家のこの状況さ、なんかもう少し距離があったらさ、楽しめたんじゃないかなって思っちゃうもん。どっかにさ、俺たちのこの様子、もうある程度の距離から見てる人いたらいいんだけどな。窓の向こう、ほら結構人いるよ。ほら
たちの会話見てた人いるって。いるいるいる。ほら、あっちにもいる。いるいるいる。ほら、な、俺たちのさ、この家の状況、面白かったかどうか聞いてみようよ。あれが幽霊なんだ。